それでは参りましょう。エントリーナンバー4、富士北陵高等学校セックスチェンジデイ。朝7時起床する。8時半に教室へ滑り込む。一方的に進む授業、黒板をただ書き写す。いつものメンツで食べる、いつもの弁当。4時には集合、ひたすらボールを追いかける。ただいま。9時帰宅、夕食、入浴、就寝。彼の当たり前の日常です。そんな当たり前の日々は落ち着きます。何事も滞りなく物事が運びます。私たちはたくさんの当たり前に支えられて安定した社会生活を送ることができていると言えます。一方で自分という存在もまたいつも通りの日常を送るために当たり前な自分を求められています。他人から期待されるキャラを演じている私。日本全国に当たり前の日常の中で自分の思考を停止させている高校生がいるのではないでしょうか。成績を上げるためだけに行う勉強、核廃棄物の行き場がない原発、減り続ける子どもと増え続ける財政赤字。私たちの当たり前の延長線上に明るい未来はなさそうです。あなたにはこんな経験はないでしょうか。好きな人ができた。ただ教室が同じなだけでも幸せ。いつもどこかで彼女を探す。好きな食べ物、授業中だけのメガネ姿、知れば知るほど好きになる。気持ち一つで日常風景は大きく変わる。今私たちに求められているのは当たり前から離れてみること。そこに問題解決に向けた希望があるのです。そこで私たちはいつもとは違う感覚を呼び起こすために問題を発見する機会としてセクスチェンジデイを提案します。年に1日6月9日に未来を担う高校生が身近な常識である男らしさ、女らしさから離れてみる。男子は女子に、女子は男子になってみる。私たちはセクスチェンジデイの効果を検証するために3年生280名を対象として実施しようと考えました。担任、学年主任の先生方までは内諾を得ることができました。しかし最後に立ちはだかっていたのが教頭先生でした。先生、セクスチェンジデイがしたいんです。させてください。セクスチェンジデイ、無理無理。制服は身体の一部である。それを他者、しかも異性に貸し出すことには強い抵抗を感じるというご指摘でした。3学年全員で実施できなかった私たちは仕方なく3人でセクスチェンジデイを行いました。そしてセクスチェンジデイを実現可能なものとするために100人の生徒と20名の先生方に対しアンケートを行いました。その結果、セクスチェンジデイを実現させるための鍵となる3つのポイントを明らかにすることができました。1、参加したくない人も認めよう。 92% の生徒は参加しても良いと回答する一方で、何があっても参加しないという人が 8% 存在します。どうしても無理という人はいつもの制服のままで良いとします。 92% の人が制服を交換していれば、残りの 8% の人たちが見る風景も変わってきます。また学校行事としてセクスチェンジデーが行われるとすれば、参加しやすいと考える生徒も多数存在することが分かりました。したがって学校行事として実施し、その運営についてはセクスチェンジ委員会が担当するものとします。2、制服のサイズを合わせる。実施1週間前にサイズ確認とマッチングを行います。校内で制服を手当てできない場合については、レンタルもしくは卒業生に寄付いただいた制服で対応します。3、衛生面に配慮する。 20% の生徒が制服の貸し借りに抵抗があると答えています。その主な理由としては衛生面の問題が挙げられました。そこで
1週間前に制服のほつれを直すとともにクリーニングを行います。以上の3点を留意することでセクスチェンジデーは確実に実現可能です。それではセクスチェンジデーが実施されることとなったある高校の一日を見てみましょう。各クラス朝礼前に制服を交換する。結構足寒いな。なんで女子はこんなに寒いのに冬でもスカートじゃなきゃダメなんだろう。いつもだったら寝ている授業。なんかワクワク。案外先生の話って分かりやすい。休み時間。普段はあまり話さない子に似合ってるねって言われて話弾んだ。6時間目にパネルディスカッションを行い、セクスチェンジデーで感じたことを共有する。人それぞれの考え方とか感じ方があって面白い。放課後。今日はなんかいつもとは違う感覚になれて楽しかったな。しかし、せっかくの発見や疑問を日々の生活の中で忘れてしまうのはもったいない。そこで、セクスチェンジデーでの一日をアルバムにして残して、その写真やコメントで記録しておきましょう。当たり前が消えて、あるがままの社会と自分が浮かび上がる。リアルな世界を見据えて意志と覚悟を持った人が増える。他人の判断を尊重する多様性を持った寛容な社会が生まれる。絡まっていた問題がほどけていく。セクスチェンジデー、世界を変えていくのは私たちだ。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは先生方との質疑応答に移らせていただきます。小山先生お願いします。はい、お疲れ様でした。教頭先生には感謝しなきゃいけないですね。あれ、教頭先生が反対してくれたから面白くなったと思うんですよ。反対してなくて実験したら意外とつまんない結果になったんじゃないかなと思うんで、すごく教頭先生はいいなと思いました。で、2つ質問したいんですが、1つはなぜ6月9日なんですかってのと、もう1つは先ほどの韓国の、同じようなテーマの発表を見てどう感じましたか。この2つを、教えてください。6月9日にした理由は、6を反対させると9になって、9を反対すると6になるという形で、男女の性別を反対させて新しい視点を得たいということで6月9日にしました。で、先ほどの韓国の話を伺って、韓国、一番すごい率直に思ったのが、韓国と一緒にやりたいなっていう気持ちが一番率直に思いました。でも韓国は制服を変えてお互いの気持ちを理解しようと言ったんですが、私たちは制服を変えることによって新たな自分を見つけ出す、その制服という常識にとらわれずに、新しい自分を、そこで見つけるということがちょっと違っているので、そこを含めてもっとその韓国と日本でお互いにこううまく融合してより良いセクスチェンジデーにしていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、それでは杉本先生お願いします。多分企画の目的としては、割とこう非日常的な体験をすることで、割となんでしょう、普段こうなんていうかな、こう落ち着いてしまった気持ちからもう少しこう緊張感を持っていろんなことを見つめることでいろんな発見があるよねっていうところがポイントだと思うんですよ。これはすごい面白いなと思っていて、やっぱりそういうことがあってこそ僕らはすごく生きていることを感じたりするきっかけになると思うんですけど、で今回は そこに、まあ、セクチェンジっていうことでフォーカスをして制服を変えるっていうアイデアに最終的に気づいたと思うんですけども、そういう目的なのであれば、多分いろいろとこう最初にディスカッションしているときにいろんなアイデアって出たのかなと思うんですけど、その制服を変えて非日常感を出すっていうものの他に、例えば他にもアイデアってありました？それはなんか聞いてみたいなと思って、その初めにそのなんで制服を交換するということになったかというと、一番最初に出た案がその同性愛とか性同一性障害について、この今の社会の日常だったらそれが問題視されていないだとか、そういうことが出たので、その男女の
制服を交換するというのが一番最初に出て、それを軸にしたら面白いんじゃないかということで、その案しか出なかったです。あ、じゃあそちら側が一番最初に実はあった部分もあるということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい、大宮先生お願いします。制服を交換して、なんていうか 男女立場を逆転させてみる、逆転っていうかな、チェンジしてみるってことだったんですけど、この韓国のチームの方みんな、なんだろう、他に習慣みたいなのもチェンジしてたじゃないですか。お金をおごってあげるとか、あとは妊娠みたいなことを体験してみるみたいな。なんかその制服プラスアルファもう一個チェンジするとしたら何かあります？プラスアルファ、制服だけじゃなくて何かもう一個って。私たちが考えているのは、その制服を変えることによって、ここ体だけじゃなくて心も変わると思ってるんですけど、ここ3人そのみんな体験してセクシュアリティやったんですけど、その中でやっぱりいつものたったの数学の授業とかがすごい、なんかここにぬくもりを感じたりとかそういう制服を変えることによってなんか心が変わるっていうので、制服を交換するっていう、ただ単にそれだけなんですけど、それによっていろんなことが考え方とかが増えていくんじゃないかなって思ってます。はい、チョン先生お願いします。私も、ほとんど同じ質問しようと思ったんですけれども、他のなんかセクシェンジのアイデアとしていくつかがあったと思いますけれど、他のことがあったらそれをちょっとこう教えてください。すいません、もう一度お願いします。やっぱしね、もう一質問するとこういうな事件が起こると思ってちょっと遠慮したんですけれど、他のアイデアがあったんですか？服を服を他にアイデアとして立場を変える、そういうなアイデアとして何があったんですか？そのやっぱり制服を交換するというものがやっぱり一番なんですけど、そのやっていた中でやっぱり立場を変えるとか、その自分がいつもやってないものをやってみて、そうしたら自分が元やっていたものがどう見えるのかというのもすごい面白いと思って、韓国のチームと似ているような部分もあると思います。はい、よろしいでしょうか。はい、よろしいですか。はい、では、お時間となりましたので、ここで質疑応答終了させていただきます。発表は富士北陵高等学校セクスチェンジデイでした。ありがとうございました。